うん、かかっててありがとう確かに絡めてきたリンコ食べてこイイエイいつもに比べて本当に良かったんだからあれもう普通的た方がで、青森あれんまそっちの方がええよお前もしっ青森県に変えさせてもらったら今後のこと考えたら青森キャラにしてもらって俺木星に変えるし、一緒に変えようじゃんじゃあ、変えるわ今日からブルーフォレストで名乗っていこうと思いますよろしくお願いしますりんぬそれは俺と被るからやめてもらっていい

青森みたいなことだよね。ああ、すごいね。普通、多分ね、リーヌンゴとかにするはずなんだけど、リンゴ犬にしちゃう。そこゴリンゴ犬はリンゴ犬でいい。リンゴはいい。リンゴ犬でもいいけど。リンゴにするじゃん。リンゴ犬のが可愛いから、リンゴ犬。うんごでよくないうんごで。ウがーもう俺の要素ないんだよ。 俺がないんだよそこには言いにくいだろうんごくんっていやじゃあうんごくん青森にアピールした方がいいんじゃない <laughs> アピールしたほうがいい観光大使あるよあ青森トットに負けてられへんで <laughs>、うん、青森いいよねやっぱりあの上のこのちょっと尖ってるとこが好きだ俺県の バカにしてんだろお前今すぐ今す謝れお前違う違う青森県の人誰も思ってないでこの都道府県の尖ってるとこいいなとか思ってるよ俺の尖ってるとこがちょっとクワガタの角っぽくて結構かっこいいなって思ってるバカにしてんだじゃあ対決つらりいいのか俺東京だよ千葉とに合う俺と千葉千葉行くんだあなるほどね 俺ーユくんは千葉大好きだからね。俺千葉っ子やから。俺なかなか千葉行ったことないんだけども。じゃーユくん、千葉のどこが好きなわけ言ってよ。千葉の落下生落下せがとてもあの盛んなところ。うん。千葉県民落下生そんな食べませんけど。なえくん、どこが好きなの千葉。やっぱり。千葉っていうのはあったけ町なんだよ。おそうん。 そうよく言われる。あれでしょあの、うん、ディズニーがあるとこだけあれでも、ディズニーって東京ディズニー、あれ葉って何があるっけよく言われる、よく言われる。あね分かってない、分かってない、分かってないと。あけ <laughs>、ね、がだい あったけん千あったいうな。なんでだよ。あったけんなよ。なんでだよ。なるもっとあったろ、絶対。まだ落花生のがなんか千葉の良さ伝わる。いや、落花生食わないから。ハマグリの方が食うから。